ヘブリディーズ諸島の地図。アウターヘブリディーズ南部とインナーヘブリディーズの間の海域がヘブリディーズ海。ヘブリディーズ海は北、大西洋の海域。スコットランド西岸にあり、本土とインナーヘブリディーズ北部とアウターヘブリディーズ南部の島々とを切り離している。北でヘブリディーズ海は民地海峡につながる。国際水路機関はヘブリディーズ海を スコットランド西岸内海として定義している。漁業管理に関しては、EU 海洋政策の中心的信条である、シーズウェスト・オブ・スコットランドの一部となっている。シーマイケル・ホーガン、2011、ーオブ・ザ・ヘブロです。エズ・ P. サンドリー &C.J. クリーブランド、エンサイクロペディア・オブ・アース、ナショナル・カウンシル・フォー・サイエンスザ・エンバイロメント、ワシントン D.C. ハット。 リミッツ・オブ・オーシャンズ・アンド・シーズ、サード・エディション、インターナショナル・ハイドラグラフック・オーガニゼーション、2011年10月8日、時点のオリジナルよりアーカイブ、2010年2月7日閲覧、ありがとうございます。